こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、服を買いに行く服がない問題、完全解決しますというテーマでお届けをしてみたいと思っています。結構これですね、悩んでる方が多いかなと思うんですね。というのも、僕は先日ですね、久々に友人と会ったわけなんですが、まあ、その友達が言ってたのがですね、まあ、最近服全然買ってなくて、今はなかなかおしゃれなお店に入りづらいと、服を買いに行く服がないということを言っていたんですね。まあ、それがすごく印象的だったんですが、 結構同じように、おしゃれなお店に行くのが苦手だとか、店員さんに接客をされるのが苦手だとか、そういった大人の男性は少なくないかなと思うんですね。まあその気持ちは僕自身もめちゃくちゃよくわかります。特におしゃれに興味を持ち始めた時、まだまだ自分自身がファッションのことが全然わからなかった時に、お店に行くとですね、やっぱりおしゃれなので、そもそも入りづらいというのもあります。そしてその中にいる店員さんが自分が苦手なファッションの専門家で、めちゃくちゃおしゃく おしゃれでなおかつ雰囲気があるのですごく話しづらいようなそんな印象があってなかなかお店に行くのを躊躇してた時期があったんですねなのでその気持ちはよくわかるんですがこの問題について今回はですねスタイリスト歴14年そしてアパレルテイムも実際にやっていたことがある僕はですね徹底的に解決方法をですねお話ししてみたいなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますまずですねこの服を買いに行く服がないという問題について、まあ、どんな原因があるのかということを僕なりに 3つでですね絞り込んでみましたまず一つ目なんですが、自分の現在の着こなしに自信が持てないというものがあるのかなと思っています。まあ、10代、20代の頃であれば、ある程度ファッションに対して興味を持っている方もいたと思うんですが、まあ、僕らぐらいの世代になってくると、仕事も家庭も忙しくて、なかなかファッションに時間だとかお金をかける暇がなかったという方、少なくないかなと思うんですね。まあ、ある程度こう、ブランクが空いてるので、どんな服を着ればいいのかわからない、どこに買い物に行けばいい いいのかわからないそもそも服屋に何を着ていけばいいのかわからないこういった悩みを持っている方が多いんじゃないのかなと思いますまあ、この問題の解決方法なんですがもうシンプルにお伝えすると ユニクロで7割ぐらいの服を揃えて、それプラスアルファセレクトショップですとか、あとは専門ブランドの服を2、3割交えることで自分の自信を高めるということ。ここをやっていただければ結構問題解決ができるのかなと思っています。まあ、そもそもですね、おしゃれなお店に行くのってハードルが高いと思うんですよね。まあ、僕も動画の中でセレクトショップの名前を出すことが多いかなと思うんですが、やっぱりですね、お店の雰囲気も素敵なので、 なかなか入りづらいよなという方はもう少なくないかなと思います。まあそんな場合、一番身近なショップですね。もうこれは僕の動画の中でも何度も出てきているユニクロ。まあ確かにユニクロでも銀座の店舗とかはおしゃれだったりするんですが、まあ基本的に地元のユニクロというのはどこもそこまでおしゃれすぎない雰囲気なので気軽に入りやすいかなと思います。また店員さんもガツガツとですね、攻めの接客をする感じではないので、割と接しやすいかなと思います。ですので身近なユニクロを使って、まずは ベースを一気に高めるというところ、ここをやってもらうのが、まずは一番最初のステップなのかなと思っています。じゃあユニクロでどんな服を買えばいいのかというと、まあベースとなるようなお洋服で、数あるユニクロの中から、やっぱり買うべきものって、ある程度は決まってるかなと思うんですね。まあそれ今回お伝えしたいなと思ってるんですが、まずボトムスであればシンプルなブラック系のスラックスですね。具体的にはスマートアンクルパンツのウールライクのブラックですね。これ一本あれば、まずはベースは整うかなと思います。 まあ僕ら世代だとジーンズだとかそういったものの方が馴染みがあるかなと思うんですが最近はこういったデニム系よりはブラック系のスラックスタイプまあ腰周りに紐があってちょっとリラックス感のあるようなこういったボトムスがまあトレンドにもありますし大人のベーシックアイテムとしてもかなり入りやすいかなと思うのでまずはブラックのスマートアンクルパンツですね細すぎる感動パンツだとやっぱり体型に合わない可能性もありますしあとはまずはワイド感のあるパンツもちょっと最初はハードルが高いかなと思うので適度に トレンド感はあるんだけども、基本はベーシックさが漂う、スマートアンクルパンツのブラックで、まず間違いがないかなと思います。で、上半身に関しては、T シャツですね。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。このあたりはもう散々ですね、いろんな動画で語られてるかなと思うんですが、まあ大人の男性にも体型を拾いすぎずに使い勝手のいいですね。まさに今っぽい T シャツかなと思います。まあ最初からちょっとオーバーサイズ気味になってるので、ご自身の中で違和感がないぐらいのサイズ感のものを選んでいただければいいかな なと思いますあえてワンサイズ2サイズ上げるというのは中級者以上の方が捉えすべきことなのでまずは普段選んでいるサイズを選んでもらって間違いがないのかなと思いますまあ、色に関してはホワイトですとかネイビーですとかそのあたりのベーシックカラーを揃えておくとまず間違いがないかなと思いますそして春だとか秋また冬に活躍するようなニット系も1枚持っておくといいんじゃないのかなと思いますまあ、ユニクロの中ではミラノリブクルーネックセーターですねこのあたりがベーシックで使いやすいかなと思います厚みとしては中2 厚で厚すぎず薄すぎずというところで様々な季節に対応しやすいので一着用意しておくのであればこれが間違いのない選択かなと思いますカラーに関してはオフホワイトですねボトムスがブラックで重たいので上半身内側に入れるものは ホワイト系明るいいいいいいいもののだとととバランスががかかななな思思うのでこれは持っておいてお間違いがないかなと思いますそしてアウターに関してなんですが、冬場だったらユニクロのチェスターコートですとかシングルブレストコート、このあたりは価格帯を抑えながらも非常に使い勝手がいいですし、トレンド感も程よく抑えたようなアイテムなので、まあ、買っておいてまず間違いがないかなと思うので、このあたりのコートですね。色に関してはチェスターコートだったらネイビーかブラック、このあたりが鉄板だと思います。まあ、シングルブレストコートもグレー系だとかブラウン系だとか だとかこの辺りを選んでおけば、まず失敗がないかなと思うので、このようなアイテムですね。まユニクロには様々なアイテムがありますが、まず初級編として持っておくべきものっていうのは、この辺りで間違いがないかなと思うので、この辺りのベースを整えておけば、まずですね、大外しすることがないかなと思うんですね。めちゃくちゃおしゃれという感じはならないんですが、決してダサくはないというところまでは、まあ、最速で目指せるかなと思うので、まずはユニクロで6割から7割ぐらいを揃えていただけると、間違いがないかなと思います。 まあ、その上で僕はですね、ユニクロだけではなくて、セレクトショップのオリジナルの服も1、2点でいいので、着こなしの中に混ぜてあげた方が、自分に対しての自信がつきやすいかなと思うんですね。ユニクロってめちゃくちゃコスパもいいし、デザインのバランスも整っているんですが、唯一の弱点としては、着ていて気分がめちゃくちゃ上がるかというと、そこまでではないというところなんですね。それは仕方がなくて、全国各地にショップがたくさんあって、同じようなものを着ている方もたくさんいるので、 それを着ていても気分が上がらないのは当然なのでどこか自分の中で自信をつけたいのであれば1点だけでもいいのでセレクトショップのオリジナルの服を交えてもらうとだいぶ気分が変わってくるかなと思います例えば何を買えばいいのかというと春だとか秋に活躍するようなステンカラーコートのような上半身目立つアイテムですねこういったものはちょっと投資をしてセレクトショップのオリジナルを買ってもらうとバランスがいいかなと思います例えばステンカラーコートだったらグリーンレベルの定番のこちらのコートですね このあたりを買っておくと、まず間違いがないかなと思います。まあ、セレクトショップにもいろんな価格帯があって、高いものから安いものまでセレクトショップのオリジナルってあるんですね。その中で比較的ファーストステップとして使いやすいのが、僕が動画の中で散々解説をしている、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングで、間違いがないかなと思うんですね。価格的にも抑えめで、デザイン的にもエッジが立ちすぎていないので、ユニクロからさらにアップデートするときには、グリーンレーベルがまず間違いのない選択かなと思います。 思うのでまあ、こういったところで、まず1点だけでもいいので、コートを買ってみるだとか、あとは内側に着るようなニットを1着買ってみるだとか、全身の中で1点2点でもいいので、セレクトショップのオリジナルのものが加わると、自分の中での自信にもつながりますし、さらにはそういったセレクトショップのオリジナルの商品に引っ張られて、ユニクロのアイテムもそれなりに高見えするというところで、まあ、2つの効果があるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、1、2点で構わないので、こういったセレクトショップのオリジナルのアイテムは取り入れていただきたいなと思っています。そして もう一つですね、小物に関してはユニクロじゃなくて、 ちょっと良いものを揃えた方がいいと思います。具体的に言うと、靴とバッグですね。この2点に関しては、ユニクロでも売ってるんですが、これがめちゃくちゃいいかというと、うん、まあ服に比べるとそこまでではないかなというのが、個人的な見解なんですね。靴ってそんなにバリエーション必要がないかなと思うので、まずは白レザースニーカーですね。このあたりは持っておいて間違いのないアイテムなので、そういったものはユニクロや GU ではなくて、僕はそこそこですね、投資をしてもいいかなと思います。 具体的にお伝えすると、コンバースのオールスタークップですね。レザーのスニーカーで一切の無駄のないミニマルなデザインで、これは間違いのない選択だと思います。まあ、こちらを買ってもらうか、もしくはセレクトショップのオリジナルで扱いのあるようなジャーマントレーナーですね。このあたりはレザースニーカーの中でも少し癖があるんですが、割と中級者の方でも使ったりするシューズなので、このあたりを買うのもいいかなと思います。シンプルな白レザースニーカーには1万円前後の投資をすることで、かなり自信が高まるのかなと思います。あとはバ バッグに関してもこれまたユニコで買えたりはするんですがちょっと投資をしてこれまたセレクトショップのオリジナルのレザートート,ートバッグだとかそのあたりを用意するとバランスがいいんじゃないのかなと思っています一番価格帯が抑えめで買いやすいのはこれまたグリーンレベルのレザートート,ートバッグですねこのあたりは定番でずっと継続して続いているようなアイテムなのでぜひこのあたりはチェックしていただくといいかなと思いますまた荷物がそこまでない方に関してはショルダーバッグですねこれはもうノースフェイスですねロゴにもある程度の認知 度があって持ってるだけでまあ、そこそこですねおしゃれに見えやすいブランドとしてはノースフェイス最強だと思いますショルダーバッグを持つのであればノースフェイスのロゴの力を利用してある程度のところまでのおしゃれ感を出すとすごくバランスがいいのかなと思っています、まあ、このようにユニクロで7割ぐらい揃えてセレクトショップのオリジナルを1,2点揃えるさらには靴とバッグにはある程度投資をすれば正直言ってそこそこの着こなしは実現できてしまうと思うんですね、まあ、これぐらいの着こなしができていれば自信を持って セレクショップに買い物に行くのも全然ありかなと思うので、ぜひこのあたりは覚えておいていただきたいなと思っています。 続いて二つ目のですね、原因として挙げたいのが、店員さんへのイメージの問題というところなんですね。まあ冒頭にもお伝えした通り、店員さんってかっこいいし、なんか接しにくいよなと思っている方、少なくないかなと思うんですね。自分にとっての苦手分野の専門家って、やっぱり緊張するし、どう接していいかわかんないっていう方は、少なくないかなと思います。特に僕たち大人世代って、もうちょっと若い子ですね、10代、20代ぐらいの頃にお店に行った時、店員さん さんの態度って今と違って 結構ですね、ガツガツしていたんですね。なんかこう、売られそうだなという雰囲気も本当に強かったですし、高圧的な態度の店員さんはすごく多かったです。僕もそのあたりには苦い経験がたくさんあって、買わなかった時のガラリと変わる態度だとか、あとはちょっとマウントを取ってくるような態度だとか、めちゃくちゃ苦手でしたね。そういった経験があったので、僕もアパレルでショップ店員をやってたこともありますが、まあ、なるべくマイルドな接客をしたかったし、そういった思い お客さんにはなるべくさせたくないという思いが強かったんですが僕ら世代はそれをですねめちゃくちゃ体験してたりする世代なのでやっぱり店員さんに苦手意識を持っている方少なくないかなと思いますただですね現状をどうなのかというとそこはですね以前に比べるとかなりマイルドになってきてるかなと思います決してゼロになったとは言わないんですがどこのショップに行ってもそんなにガツガツ売ってくるような店員さんは少なくなったかなと思いますそれはなぜかというと SNS とかの影響も あるかなと思いますあんまりにもですね、強い接客をしてしまうと、SNS ですぐにですね、広がってしまうし、あそこってなんか感じ悪いよねっていうのが、まあなんとなくイメージとして全体に広がりやすいので、まあ店員さんもそのあたりの推しの強さというところはかなり調節するようになったかなと思います。なので僕も日頃からいろんなショップもあります。プチプラ系のショップも行けば、セレクトショップも行きますし、もっとエッジの効いたドメスティックブランドだとか、あとはハイブランドのお店なんかにも行きますが、接客をされる上で 嫌な思いをするということはほとんどなくなりました。今でもですね、ガツガツしてるところは多少あるんですよ。それはそれで勢いがあっていいなと思いますし、なんかこう、情熱を持った接客というものに対しても嫌じゃなくなってきたというのがあるので、今は全く問題はないかなと思うんですが、かつての僕たちの印象とはだいぶ今の接客は変わってきてるので、そこまで身構える必要はないのかなと思います。服の専門家として聞いたことに対しては、いろいろとアドバイスもしてくれるので、僕はですね、ショップの店員さん いいと質問を投げかけた方が帰っていいんじゃないのかなと思いますなかなか自分の身近にはすんごいおしゃれな友人って多くはないかなと思うんですね。ショップの店員さんレベルの人ってなかなか周りにはいないので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ショップの店員さんに 話を聞いてみてください。以前に比べると全然話しやすいですし、世代も僕らよりももうちょっと若い方が多いので、もう少しマイルドな方が多いので、まあぜひ色々と質問してもらうと、意外と接しやすいんだなっていうところが感じ取ってもらえるかなと思うので、そのあたりの店員さんへの誤解というところはアップデートしてもらうとすごくいいんじゃないのかなというふうに思っています。 はい。そして三つ目の問題なんですが、そもそもお洋服屋さんに行くのがめんどくさいという問題ですね。またはなかなか近くにショップがなくて遠くまで行くのがめんどくさいというのも一つ問題としてあるのかなと思っています。この問題の解決方法として一番いいのは、 通販を利用するということだと思っています。もうすでに皆さんもアマゾンですとか楽天ですとか ZOZO タウンだとかそういったところで買い物したことはあるのかなと思います。ですのでそこまで苦手意識を通販に持っている方は少なくないかなと思うんですが、まあ服に関してはなかなかちょっと通販で買うのは怖いなという方もいらっしゃるかなと思います。まあ、確かに靴だとかそういったものに関してはサイズ感シビアなので通販で買うよりは実際に店舗で行って買った方が間違いがないかなと思います。 まあ先ほどお伝えしたようなオールスタークックだとかジャーマントレーナーとかそのあたりはお店で試着するのが間違いがないところかなと思うんですがバッグだとかあとはアウター類だとかトップス系だとかそのあたりはそこまでサイズ感っていうのはシビアに見なくても大外しすることはないんじゃないのかなと思いますまあちょっと前まではタイトシルエットが全盛だったんですがその時には細かなサイズ感ってめちゃくちゃ重要だったと思うんですが最近はそこまでですねタイトすぎる服もなかったりするので そこまで大きな外しっていうのは少なくなったかなと思うんですね。なので、アウタートップス系だとか、そのあたりは通販で買ってもいいかなと思います。まあ、ボトムスはちょっとウエストが微妙だったりするので、このあたりは多少の経験値が必要かなと思うので、まあ、そのあたりは意識していただきたいなと思うんですが、まあ、通販をうまく使うのは僕は大いにありかなと思っています。まあ、昨年僕自身も通販で買うことが圧倒的に多くて、いろんなものを買いましたが、やっぱり外すことは少なくなってきたかなと思います。特にあんまりエッジの効きすぎ 服じゃなければそんんなななに外すすことがないんですねなかなか実店舗に行くのが恥ずかしいようなセレクトショップのオリジナル、先ほど名前出てきたようなグリーンレーベルだとか、あとはナノユニバースですとか、アーバンリサーチだとか、エディフィスだとか、このあたりのお店ってなかなか最初からお店に行くのが恥ずかしいという方もいらっしゃると思うので、まずは通販を利用してみるのは間違いのない選択かなと思っています。先ほどお伝えしたようなステンカラーコートだとか、ニットだとか、まあ、あとは T シャツだとか、このあたりであれば、 大外しはしないかなと思うので、ぜひセレクトショップの通販で買い物をしてみてください。実際に商品が届いて試着をして、なんかサイズが合わなかったなと思ったら、返品をすることもできるので、そのあたりも大きな心配をすることがないので、まあ、ぜひですね、なかなか入りづらいセレクトショップに関しては、まずは通販を利用してみるというのも一つの手かなと思います。そうすれば、先ほどお伝えした通り、ユニクロが全体の6、7割、そして1、2点はセレクトショップのアイテムを揃えるというところが実現できるかなと思うので、ぜひ皆さん も通販を利用しながらですね着こなしのベースを整えていただければなと思っています はい、ということで、今回の動画では、服を買う服がない問題について、徹底的に解説をさせていただきました。まあ、改めて整理をすると、まずは自分自身の着こなしのベースを高めるというところで、ユニクロ、セレクトショップ、靴、バッグはちょっと良いものを買う。このあたりでベースを整えてもらえば、自分の自信は高まってくるかなと思います。そして二つ目、店員さんは割と優しくなってというところで、ま、ぜひ気軽にお店にも足を運んでいただきたいということ。そして三つ目は、通販を使いながら、 なるべくですね、手軽にセレクトショップのオリジナルのアイテムを取り入れてみるというところですね。このあたりをですね、押さえていただければ、結構ですね、おしゃれ初級者ぐらいまでは一気にですね、アップグレードできるかなと思うので、ぜひ試していただければなと思っています。ちなみに今回お伝えした内容でも結構ですね、それなりにおしゃれに見せることはできるかなと思うんですね。 で、ユニクロで6、7割服を揃えてもらったものを、ちょっと慣れてきたら、セレクトショップのアイテムと交換してみる。例えば、ボトムス、黒のスマートアンクルパンツを履いていたら、次買い替えるタイミングでは、グリーンレーベルだとか、ビューティアンドユースですとか、エディフィスで買ってみるだとか、そういった形で、少しずつ階段を登ってもらうと、結構ですね、おしゃれ中級者まで登るのも、難しくはないかなと思うんで、ぜひ今回お伝えした内容をもとにですね、おしゃれが苦手な段階から、少しずつ自信をですね、育んでいただければ というふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、先ほどから触れてるように、おしゃれ、中級者にステップアップするためのアイテムですとか、あとは着こなしの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています。週に4本のオリジナルの動画と、あとはですね、そのうち1本はライブ配信をしています。皆さんのご質問に直接お答えしながらですね、動画を撮影してますので、気になる方は は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなか動画をチェックできない方のためにですねオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね行っています僕の方でも1日2記事アップしていまして僕以外のスタイリストの方もいろんな記事を配信してくれていますまた参加者の皆さんも記事を配信することができておしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイと楽しむようなコミュニティになってますのでこちらも気になる方は概要欄 からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに